ご視聴ありがとうございます。今回は、あの名機、PC、X68000 から生まれた、オリジナルシューティングゲームを、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。X68000 は、1987年に、シャープのパソコン X1 の後継機として、発売された、ハイスペックマシンなんだ。この PC は、当時のアーケード基盤に迫る性能を、持つことから、ゲーマーたちの、憧れのマシンでしたね。そう、そのため、その高性能な描画性能から、アーケードゲームのタイトルが、次々と移植されるようになるんだ。でも、一方で、数々の、オリジナルの名作シューティングが、リリースされていたことは、あまり知られていないんだ。確かに、アーケードの移植作である、グラディウスや、R タイプなどは、有名でしたけれど、オリジナルシューティングゲームについては、それほど知られていませんよね。ということで、今回の動画では、アーケードゲームらしさと、パソコンらしさが両融された。X68000 ならではの、オリジナルシューティングゲームの、作品をご紹介させていただきます。アーケードゲームか、自宅でも遊べぬ、唯一無二のマシン、X68000 の登場。ゲームセンターと全く同じゲームが、家でも遊べる。そんな歌い文句が、何にも勝る魅力を持っていた、80年代末という時代に、アーケードゲームの、花形といえば、1にも2にも、シューティングゲームの時代でしたからね。そう、この頃のアーケードゲームは、メーカーが、惜しみなく技術を投入し、ハードウェアの性能も、最先端の技術が、凝縮され、家庭用ゲームとの性能差が、もはや、歴然としていた時代に。そんな時に、彗星のごとく登場し、革命を起こしたのが、X68000 だったんだ。しかし、その夢のマシンを手に入れるためには、ユーザーは、かなりの障壁を、飛び越えなければならなかったんだ。そう、87年の発売当時の、このマシンのお値段は、専用モニター込みで、なんと、45万円。へえ、45万円。しかし、その障害を乗り越えてしまえば、そこには、ゲームセンターと全く同じゲームが、家でも遊べるという、夢のマシンを手に入れることができたんだ。しかも、完全移植の先駆者である、憧れの、グラディウスも同梱されていましたしね。パソコンショップで、グラディウスのデモ画面を見た時には、あまりのグラフィックの美しさに、驚きましたからね。でも、あれほど注目を浴びて登場した、X68000 だったんだけれども、デビューの、87年から、翌年の88年にかけて、リリースされた、ゲームの発売本数は、期待ほど多くはなかったんだ。確か、2年間での、ラインナップの数は、50本にも満たなかったですからね。そう、でも、その中の、4分の1のタイトルが、アーケードゲームの移植作であり、しかも、その作品の仕上がりも、ハイレベルな作品が多かったため、ユーザーにとって、それほど不満はなかったんだ。ここで、この頃、リリースされた、アーケードシューティングゲームの、移植作品を、少し紹介させていただくと、X68000 が登場した、87年には、コナミの、グラディウスや、ゼビウス、そして、スペースハリアーが発売され、翌年の、88年には、コナミのツインビーや、サラマンダー、そして、ナムコのドラゴンスピリットが、リリースされています。というように、ゲームセンターの名作が次々と、登場しているんだ。でも、X68000 のユーザーからすると、ゲームタイトルについては、一つ不満があったんだ。ゲームタイトルの不満？そう、それは、オリジナル作品が、なかなか登場しなかったことなんだ。確かに、この頃、このプラットフォームからは、オリジナルのアクションや、シューティングゲームが、全くと言っていいほど、リリースされていませんでしたからね。そう、ユーザーの立場からすると、アーケード基盤と同等の、性能がある、ハードが用意されているのにもかかわらず、なぜ、どのメーカーも挑戦しないのだ。という、疑問があったんだ。X68000 で、オリジナルのシューティングゲームを、プレイしてみたいです。ということで、このユーザーのニーズに応えるように、登場したのが、88年に、テクノソフトから発売された、シューティングゲームの、サンダーフォース2なんだ。おお、サンダーフォース2の登場。この作品の、初代のゲームタイトルは、NEC の PC88 シリーズや、シャープの X1、そして、富士通の FM7 などで、発売されていた作品なんだ。そして、この続編である、サンダーフォース2が、X68000 の、オリジナルタイトルとして、発売されることになったんだ。そう、それに、ゲーム内容も、従来の前方向ステージに加え、横方向スクロールステージも、追加され、さらに、パワーアップシステムが導入されるなど、X68000 ユーザーが、待ちに待った作品に仕上がっていたんだ。もともと、アーケード志向の強いタイトルでしたから、ハイパワーな、X68000 は、理想的な、続編向けのプラットフォームだったんですね。ここで、サンダーフォース2の世界を、知っていただくために、この作品のストーリーを、少しご紹介させていただきます。この物語は、
地球の、銀河連邦と、敵勢力、オーン帝国との、約年にも上る、戦いの記録である。最高レベルの防衛ラインを、誇っていた、惑星レダが、突然、大爆発し、そして、消滅してしまった。それは、宿敵、オーンの新兵器、戦闘要塞、プレアレオスの、巨大なエネルギー攻撃によるものであった。その、惑星消滅は、かつて、我が連邦を苦しめた、ダイラレーザーに代わる、恐るべき、新兵器であったのだ。そこで、連邦軍は、この状況を、打開すべく、あの戦闘要塞を、破壊するという、作戦を計画したのである。そう、そのミッションの名は、サンダーフォース2作戦。この連邦の計画とは、宿敵、オーンの惑星、ネクラの内部にある、空間ドック、第6層に設置された、要塞、プレアレオスに、最新戦闘機である、エクセリーザを密かに向かわせ、唯一の弱点である、中心核を破壊するという、奇襲作戦なのである。そして、この命がけのミッションに、志願したのが、パイロットの、ライド・ジュピター、通称、ライである。彼は、連邦部隊で、撃墜王という肩書きを持つ、エースパイロットであり。しかも、彼の故郷である惑星、ネクラは、現在、宿敵、オーンの支配下にあったのだ。ライは、18年前、オーンの攻撃を受け、母を亡くし、そして、父親は、軍人として一人敵軍、オーンのマザーシップに突入し、戦死しているのである。そう、要塞、プレアレオスを、破壊することは、オーンに大打撃を、与えることであり、さらに、彼にとっては、故郷や両親の、仇討ちにもなるのだ。そして、いよいよ、サンダーフォース2作戦が、実行されることに。耐熱フィールド照射、侵入角度、OK。数々の計器が、Z レベルを示し、ジェットエンジンの轟音が、鳴り響く。ベースシップ、ファーン、聞こえるか、こちらエクセリーザ。これより、サンダーフォース2作戦を、開始する。次の瞬間、エクセリーザは、戦闘要塞、プレアレオースに向け、一筋の光となり、宇宙の彼方へ、飛び立っていったのである。ここから、サンダーフォース2のプレイが始まるんだ。この作品は、アーケード移植が盛んだった、X68000、初の、オリジナルシューティングゲームであり、大ヒットしたタイトルなんだ。この作品は、翌年の89年に、サンダーフォース 2MD として、メガドライブにも移植されることになります。でも、サンダーフォース2以降、このシリーズは、セガの家庭用ゲーム機での、リリースへと、シフトしていくことになり、テクノソフトの、X68000 のタイトルは、これが最初で最後になってしまったんだ。残念ですね。そして、この作品以降、このプラットフォームでは、しばらく、オリジナルタイトル不作の時代が、続くことになるんだけれども。そんな中、翌年の89年に、X68000 の、オリジナル作品として、ひっそりと現れたのが、D リターンなんだ。D リターン?そう、一見すると、同人ソフトのようなパッケージで、X68000 にしては、地味なサウンドや、グラフィックス。しかも、開発元も、聞いたことのない、日本コンピュータクラブという、メーカーでもあることから、当初は、ユーザーから、敬遠されがちな作品だったんだ。しかし、オリジナルシューティングに飢えたユーザーは、この謎のタイトルを、ダメでもともとでトライしてみたんだ。すると、このタイトルは、ファンの予想を超える、X68000 でしか、味わえない、奥深く、やり込み要素のある、面白い作品だったんだ。そう、この作品をプレイしてみると、最初は、被弾することが前提の、激烈な攻撃に、最初は、誰もが困惑するんだけれども、プレイを続けてみると、やがて見えてくる確かな手応えや、感動的な、エンディングなど。こんなゲームは、未だ、他に存在しないのでは。と、ユーザーが思うほど、この作品は、アーケードとも、家庭用ゲーム機とも違う。コアな X68000 という、プラットフォームならではの醍醐味を、この作品は教えてくれたんだ。無名の作品が、実は、X68000 らしい、オリジナルシューティングゲームだったんですね。ここで、D リターンの世界を知っていただくために、この作品のストーリーを、少しご紹介させていただきます。D リターンの、ストーリー。現在から100年後の、22世紀。世界は、条約国と同盟国という、二つの連合により、地球を二分する勢力争いが、繰り広げられていた。そして、2157年、そんな勢力争いの中において、人類を、滅亡の危機へと追いやる、核兵器を、すべて地球上から消滅させることに、成功したのだ。こうして、人々は、この海峡、人類の良心と称え、地球に、争いのない、平和な日々がやってくることを、確信したのである。しかし、それは、ただの幻想に過ぎなかったのである。そう、あの強力な兵器は、やはり戦争を防止する、抑止力となっていたのだ。その抑止が消えたことで、戦争の火種が、解き放たれてしまったのである。そう、この廃絶から、間もなく、両陣営での、小競り合いが始まり。そして、
数ヶ月後には、全世界を巻き込んだ、第三次世界大戦へと発展してしまったのだ。こうして、この大戦は、いつ終わるとも知れず、十数年も続き、しかも、最終兵器を失った、両陣営は、共に決め手を書き、そのため、戦況は、膠着状態に陥っていたのである。しかし、核廃絶から、19年後の、2176年、両軍のパワーバランスが、崩れ去る事態が発生したのだ。それは、同盟国側の情報局から、首脳陣へ報告された、驚くべき情報から始まる。そう、条約側が、月面に、広大な軍事要塞と、攻撃衛星を建設しているというのだ。さらに、追加情報によると、コードネーム、ディガース・トラス・ディガースタという、その攻撃衛星は、ほぼ、完全な球状の物体であり、直径が優に、100メートルを超え、衛星軌道上から、直接地上に攻撃ができるというものであったのだ。そう、この条約国の軍事要塞と、攻撃衛星の存在は、それまでの戦況を、たちまち、敵国側の優勢へと、大きく傾けてしまうほどの、戦力だったのである。しかし、同盟国にとって幸いなことに、その破壊兵器は、まだ試作段階にあり、完成までに、少なくとも2年の、猶予期間が設けられているという、情報をキャッチしていたのである。そのため、同盟国は、早速、あの脅威に対抗し得る、兵器の開発に、総力を挙げて、着手することになるのである。そして、開発されたのが、攻撃衛星を破壊する、戦闘爆撃機、イリアスなのである。同盟国のテクノロジーを、集結させ、開発された、この兵器の構想は、自由な操作性、無限に近い火力、途中物資の補給のみによる、自己修復機能など、大気中や、宇宙空間でもその性能を、100% 発揮できる、戦闘爆撃機というものであったのだ。そんな、両陣営が、兵器開発競争を繰り広げている中、各国の人々は、開戦から、すでに20年の時が過ぎ、両軍は、共に疲弊の極みに達していたのだ。また、両軍の戦力についても、海上では、大型艦船や、航空母艦の姿はもはや見られず、資源不足から、新たに建造されることもなかったのである。当時、かろうじて残っていた大型兵器といえば、同盟国の航空母艦、セトと、条約側の戦艦、ソブリンくらいのもので。さらに、制空権についても、電子機器が搭載された、ハイテク戦闘機や、爆撃機は姿を消し、その代わり、低速で有刺飛行に頼るという、まさに、100年以上前の、戦闘方法に、逆戻りしていたのである。そして、数十年にも及ぶ、戦争継続の結果、各国の人々の間では、厭戦気分が蔓延し、ただ、戦争の終結だけを待ち望んでいたのだ。それに、兵員不足という状況は、両軍ともに、深刻な問題であり、戦闘要員のほとんどは、戦時中に生まれ、平和を知らない若者たちであった。そう、同盟国の切り札となる、あのイリアスのパイロット、神楽坂うねぎ上等兵も、そんな一人だったのだ。彼女は、少女時代を、ずっと施設で過ごした孤児であり、父母を奪った、戦争を一刻も早く終わらせたい一心で、15の時、軍に志願し、入隊後は、その天性の気性と、勘の良さから、数々の戦績を挙げてきたのである。そして、彼女は、その、少女時代の辛い経験から、戦争終結の決め手となる、イリアスのパイロット募集に、迷わず志願し、厳しい訓練に耐え、晴れて、一番機のパイロットに選出されたのである。そして、戦闘爆撃機、イリアスのテスト飛行が、最終段階に入っていた頃、ついに、ミッション遂行の時がやってきたのだ。そのきっかけは、2178年、同盟国陣営に、緊急通報が入ったのだ。そう、条約側の、あの破壊兵器が、ついに完成したというのである。イリアスがテイクオフするのは、今しかない。かくして、ディガースタの破壊命令が、神楽坂上等兵に指示された。彼女に与えられた、任務は重大であり、そのミッションとは、その1、ルブハリ砂漠に潜む、浮遊要塞、NOP を撃破すること。その2、航海上に停泊する、敵戦艦、ソブリン及び、潜水艦、即席を撃沈すること。その3、東ヨーロッパ上空に対空中の、浮遊母艦、マザーを撃墜すること。その4、大気圏を突破し、月面でテスト飛行中の、攻撃衛星、リザースターを、破壊すること。というものが、ミッションであったのだ。こうして、同盟軍の、発進管制基地では、最新戦闘機、イリアスの発進準備作業が、急がれていた。そして、いよいよ、彼女を乗せた、イリアスの出撃の時が来たのだ。固い決意と、使命感とともに、彼女はコックピットに乗り込み、ケーキタグ異常なし、管制官どうぞ。こちら管制と、カウントダウンまで、あと、2分。カウントダウンが、発進管制基地に響き渡る。うねぎ、ああいうねぎ。ラジャー、オールクリアー。時は、西暦2178年、5月、うららかな、
サツキバレの日のこと。ディザースタの攻撃を、阻止すべく、ミッション遂行のため。イニーアスは、カタバヌ峠に、南の備えと飛び立っていた。ここから、D リターンのプレイが始まるんだ。そして、この作品は、X68000 のファンが、知る人ぞ知る、名作シューティングゲームとなり、このプラットフォームでしか楽しむことのできない作品として、多くのユーザーから支持されることになるんだ。そして、驚くべきことに、この D リターンの制作は、なんと、神戸大学の学生たちの、作品を、商品化したタイトルだったんだ。しかも、このゲーム開発の中心人物は、一人のクリエイターが作り出したものであり。一人のクリエイター？そう、その名は、赤坂隆博さんという、学生なんだ。彼は、プログラムからビジュアル、そして、音楽に至るまで、すべて一人で制作し、作品を仕上げてしまったんだ。おお、すごい情熱ですね。まさに、個人制作に近い、ゲリラ制作から、唯一無二の作品が生まれるところが、この X68000 という、プラットフォームらしいところですね。そして、88年にリリースされた、サンダーフォース2や、89年の、D リターンを皮切りに、90年から、91年にかけて、X68000 の、オリジナルシューティングゲームは、黄金時代を迎えることになるんだ。無限戦士ブアリスでも知られる、ウルフや、ズームなどの、制作チームが活躍する時代を、迎えることになるんですね。そうだね、これ以降の作品については、また次回の動画で、ご紹介させていただきます。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。